れはマスターメガトロン。あんたがニトロコンボイだな。どっちが悪でも関係ない。全てはこの俺とのレースに勝ってからだ。風の歌響く遥かなる大地、聞こえるだろう夢刻むリズム。どんな敵来ても僕たちのパワー、幾に一瞬火をつけた勇気。この星を守る何が起こっても、僕も君も生きている証だから、駆け抜けてく勇士は絆で結ばれた。正義さ一緒に行こうぜ。 We just call youこの番組は宝と絆ご覧のスポンサーの提供でお送りします。やめて。どけ。ああ。スキッツ。あんたの時代はとっくに終わってるって気づけよな。あいつら、大丈夫か？あんたは？俺は、ただ俺は目の前で誰かが傷つくのが我慢できなかった。助けることができるのにそれをしないなんてサイバトロンの名が泣くと思った。最速の勇者ニトロコンボイ。俺は、俺、やめろエクシオン。我々がギャラクシーコンボイ総司令官から与えられた任務はプラネットフォースを持ち帰ること。しかし同時にいくつかの条件を守らなくてはいけない。その一つはこの惑星スピーディアの住民と接触を持たないということだ。くっそーディメイこれだよこれ。大丈夫か？助かった。トランスフォー。ここは一旦引くぞ。いや、戦うぜエクシリオン。これにもうまくいったぜ。
オートランダ、大丈夫？大丈夫、任せておきなさい。心配ないよ、彼は科学者だから。オートランダ！おお、スキッツ、無事か？スタビライザーが傷ついている。めまいがするかもしれない。少しの間、安静にした方がいいでしょう。あんたたちが助けてくれたのか、礼を言う。しかし、あんたたちは一体何者だ？私たちは。通りすがりの者さ。そうだ。たまたま、ここを通りかかったもんで。わしも随分長く生きておるが、お前さんたちを見かけたことはないな。まあ、俺たち、目立たないから。ん？だってよ、あんな場面に出くわしたら誰だって助けに行くだろう。エクシリオン、お前はここに来る前にギャラクシーコンボイ総司令官が言ったことを忘れたのか。忘れてなんかいないさ。いいか、我々はこの星に着いたばかりで、この星の事情や文化を知っているわけじゃないんだぞ。あれがこの星の正々堂々とした戦いだったならどうするんだ。いくら2対2でも老人と子供にあんなひどいことするのが正当な戦いだなんて俺には思えないね。お前がどう思うかは関係ない。あれを見逃したらサイバトロンの名が泣くぜ。あ、そうだろう。それは。しかし、この星に干渉してはいけないんだ。なぜなら私たちはここの住民にとって何の関係もない異星人なんだ。スキッツ、あのオートランダーが改めて礼をしたいから、いつもどの辺を走ってるか聞いてこいって。それより二人が他の星から来たって本当？どうやって？何のために？今からでも遅くありません。二人を呼び戻せとは言いませんが、せめてどちらか一人と私を交代させてください。その話は前にもしたはずだ。わかりました。みんな集まってくれ、緊急の作戦だ。ドレッドロックはエクシリオンとファストエイドのことが嫌いなの？そうではありません。心配しているらしいです。何が心配なのよ。私が聞いた話では二人は全く正反対の性格をしているらしいのです。仲が悪いんだ。仲が悪いというよりも合わないという方が正確だと思います。ドレッドロックさんはそれが任務に支障をきたすのではないかと心配しているんです。何？他の星から来たと？ね、そうだよね。ああ。しかし、私たちはあなたたちに害を与えに来たわけではありません。わかっておる。悪さをしようとしに来たのなら、そこのエクシリオンだ。エクシリオンのようにわしらを助けたりはせんし、あんたのようにファストエイドです。わしを手当てすることもないじゃろう。しかし、一体何のためにこの惑星スピーディアに？我々はプラネットフォースと呼ばれるものを探してこの星に来たのです。プラネットフォース？はて、聞いたことはないが。それは一体どんな形をしておるのじゃ？それは我々にも。色とか大きさは？それも知らないんだ。では一体何に使うのかね。それもまるで雲をつかむような話じゃな。ねえ、エクシリオンさん、ファストエイドさん、僕がそのプラネットフォースを探すの手伝ってあげるよ。本当か？そりゃ助かるぜ。いいでしょ、オートランダ。スキッツ、その気持ちだけありがたくいただいておくよ。ファストエイドさんもエクシリオンさんもまだこの星のこと何にも知らないんでしょ。でも僕がいればいろんなところを案内してあげられるよ。そうか、そうだな。エクシリオン、わかった。スキッツの言うことももっともじゃ。助けてもらった礼と言ってはなんだが、スキッツを連れて行ってやってくれ。
オートランダー。スキッズ、お二人の足でまといになるなよ。うん、はあ、くそ、引き離せん。バカめ、飛行スピードが違う。そうだ。お前など簡単に落とせるが、今回は。そうはさせない。ギャラクシーコンボイ、私が相手になるぞ。スタースクリーム、ブレッドロック、先に基地に帰れ。了解、総司令官。貴様との決着はまた今度だ。今は見逃してやる。いけるか、卑怯者。正面から戦うことしかできないバカ、今頃は。ヘヘヘへへへ、見つけたぞ、奴らの基地。行くぜ、オーステップイグニッシャン。サンダーエル、ハハハハハ。しばらくは基地を作り直してろ。その間に探し物は俺たちがいただくぜ。ああ、やられちゃった。なんちゃって。偽の基地を破壊させて、本物の基地を隠す作戦、うまくいったようだな。苦労しましたよ。奴らと戦うわけにもいかず、ただ逃げるだけですからね。そのおかげで、奴らの頭の中からは、この騎士が消えているはずだ。チェー、戦わないのか。これも立派な戦いですよ。こちらのようにあの二人もうまくやってくれてるといいが。私はそっちの方が心配です。トランスフォーマー、トランスフォーマー。で、そのニトロコンボイっていうやつなら何か知ってるっていうのかい。それはわからないけど、この星では何日かに一度自分のものをかけてレースをするんだ。ニトロコンボイはこの星で一番速くてレースでいっぱい勝ってるから、ひょっとしたら持ってるかもしれないって思ったんだ。やれやれ、その程度か。ん？おお、なんだありゃ。ああ、あれはね、道路を修するトランスフォーマーだよ。さっきの二人に壊された道路を直しに向かってるんだよ。すげえな。エクシリオンさんの星にはいないの？まあ、俺たちの星にはもともとこんなに道路はないからな。へえ、一体どんな星なんだろう。今度連れてってよ。ああ、そのうちな。だっけ？あれはね、この惑星スピーディアで一番高い山さ、スターウォッチさんって言うんだ。あの道路のカーブ、活かしてるぜ。走りてえ。行ってみる？もちろんさ。おい、エクシリオン、私たちは観光しに来たわけではないんだぞ。わかってるって。だけど、あたりの地形を知って奥に越したことはないだろう。先に行くぜ。来い、スキッツ。うん。まったく。エクシリオンさんってすっごく速いね。まあな。でも、この先はカーブがきつくなってるから、スピード落とした方がいいよ。それはどうかな。おい、エクシリオン。イヤッホー。すごい。走りのテクニックならどんな奴にも負けないぜ。いい眺めだ。ニトロコンボイという奴はどの辺りにいるんだ。ほら、あっちに小高い山があるでしょ。いつもあの辺を走ってるんだ。
一体プラネットフォースとは何だ。この世界を救う力を持つ者だ。この世界を救うだと。そしてこの俺こそがこの宇宙を救う者なのだ。俺に挑む度胸といい、ただ者ではないと思ったぜ。本当に知らないのか。ああ、ただし似た言葉なら知っているな。似た言葉？この星で一番速いものが持つプラネットカップだ。プラネットカップ、それは誰が持っている？もちろん俺さ。ついてこい。おお、すげえ。ああ、いたいた、あれがニトロコンボイだよ。エクシリオン、隣にいるやつを見ろ。あれはマスターメガトロン。横の二人はランドバレットとガスケットとかいうやつ。やつめ、先回りしていたか。よし、待て、もう少し様子を見るんだ。そのプラネットカップとやらを早く見せてもらいたいもんだな。なぜ急ぐ。サイバトロンだ。サイバトロン。ああ、この宇宙を我が物にしようとしている悪のトランスフォーマーたちのことだ。奴らもプラネットフォースを狙っている。ならばレースで俺に勝つことだな。そうすればプラネットカップを見せてやる。よかろう。ニトロコンボイトランスフォーム。トランスフォーム。頑張れ親分。ぶっちぎれ。おいおい、まさか君もレースに参加するんじゃないだろうね。あ、まさか。レースは3周だ。もしお前が勝てば、お前が欲しがっているものをやろう。おい、マスターメガトロンが欲しがってるものって。あ、プラネットフォース。こうなったらやめろ、エクシリオン。おい、あれ見ろ、やつだ。トランス、ニトロコンボイだな。誰だ、お前は。俺はエクシリオン。プラネットフォースのことを聞きたい。話すな。こいつはさっき言った悪の組織サイバトロンの一味だ。サイバトロンが悪の組織だ。悪はお前だろうが、マスターメガトロン。どっちが悪でも関係ない。全てはこの俺とのレースに勝ってからだ。負けるか。そんなでかい図体でレースをしようってのが間違いだぜ。フォーシップユニション。何、今度は俺の勝ちだ。それはどうかな。うわぁ、問題は奴らがどう出るかだ。いいか、チャンスはゴール直前だ。親分が遅れたところであいつらを。この最終コーナーが勝負だ。
って思う。貴様らよくも俺のレースを台無しにしたな。もうここには用がない。来い、トランスフォーマー。お前たち、奴が持っているプラネットフォースの在りかを探り出せ。いいレースだった。やつらの妨害がなければどちらが勝っていたかわからなかった。ニトロコンボイ、俺の話を聞いてくれ。俺とのレースに勝ったらな、調子が戻ったらまたやろう。大丈夫か？ああ。どうして私の言うことを聞かなかったんだ。お前ならこのレース場ではマスターメガトロンがニトロコンボイに勝てないのは分かったはずだ。それはそうだけど、マスターメガトロンが負けてもニトロコンボイに勝たなければ俺たちがプラネットフォースを手に入れることはできないんだ。ニトロコンボイだって話せば分かるはずだ。なぜギャラクシーコンボイ総司令官の命令が聞けない。そんなにレースをしたかったのか。違う。違わない。俺は俺のやり方でニトロコンボイからプラネットフォースのことを聞き出してやるぜ。待て。エクシリオン。エクシリオンさん。夜空に浮かぶアトランティスの文様、それはデストロンの罠だった。宇宙の支配者に真にふさわしいのはこの私を置いて他にない。そしてスピーディアではエクシリオンとニトロコンボイのレースが始まろうとしていた。もっともっと早くだ。次回、トランスフォーマーギャラクシーフォース激闘スタースクリーム。宇宙を守れ、トランスフォーム。この番組は宝と ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。来週も会おう。